トゥーテン、トゥーテン。今日は冬込みの当選発表でしたが、岡ゆんが別の服を着るならどんな服が着たいですか？服か、服は分かんないけど、僕ね、冬になるとね、あれだよ、ぐるぐる巻きになるんだよ。僕、マフラー大好きで、でしかもね、中学生かな、中学猫だったか高校1年生猫の時だったか忘れちゃったけど、僕マフラー大好きで、でその中学猫の時に買ったマフラーが大好きなのね。そうそのマフラーが大好きで、そのマフラーをね、今になっても僕ずっと使ってる。もう洗濯して結構もう傷んできてるんだけど、僕はマフラーが大好きだからね、服がっていうよりはね、マフラーをいつもねつけています。はい、そう、お気に入りのマフラーが一つあってね、中学猫の時に自分のお小遣いで初めてマフラーを買ったのね、冬寒くって。でそれがなんかやっぱ初めてつけたマフラーだからかわかんないけど、めちゃめちゃ好きなのそれが。そうでなんかもうそろそろ傷んでるしなと思った新しいマフラー買っても、どうしてもなんか馴染んでいかないんだよね。だから僕はね、ずっとねそのマフラーをね使い続けているんだよね、今も。確かに薄くなってきた気がするなのでね、そう買い替えれない僕がいるんだよなですね。